沼田光緑は日本の映画監督、脚本家、元俳優である。俳優時代の芸名は、片岡田締丸、本名、沼田貞次郎。牧野肖像に支持して俳優から映画監督に転向し、牧野の日活からの独立以降、牧野と行動を共にし、片腕として信頼された。坂東つまさぶろうの第1回主演作品、鮮血の手形。 月形龍之介の第1回主演作品、はひかり、市川歌右衛門の映画デビュー作、第1回主演作品、黒髪地獄を監督し、若き無名俳優であったそれぞれをスターダムに押し上げることに貢献したことで知られる。歌っるる者では、妻三郎の人気を不動のものにし、歌右衛門は、自らの演技の基礎を築いた沼田を、修正の死と仰いだ。 1891年4月9日、京都府京都市上京区松山地通り、泉東いる東天秤町に生まれる。ただし、日本映画年間大正13.4年には、明治25年4月9日と記されている。尋常小学校を1902年に卒業したのが、最終学歴である。卒業後は家業を手伝っていたが、急激の俳優になる。 岸松尾によれば、沼田は、片岡市のまさに入門して市の小一座に所属、当時から牧の肖像の経営する千本座の舞台に上がっていたという。この頃の芸名は、片岡忠丸であり、満十八歳になる1909年、横田商会の映画に出演、映画界にデビューしている。具体的な作品名は伝えられていない。1914年、 日活関西撮影所に入社、俳優として出演しているが、具体的な作品名は不明である。本人のアンケート回答による、日本映画年間大賞13.4年には、1917年、頃から監督になり、最初の監督作は、同年6月7日に公開された、小野松之助主演作、里の虎丸である胸の記述があるが、日本映画データベース、 日活データベース等では、同作の監督は、辻吉郎であるとされている。両データベースによれば、同作よりも先に、1915年に制作、公開された、小野松之介主演作、ホッケス介を監督した記録が残っている。1921年6月、日活関西撮影所長であった、牧野正蔵が、日活から独立し、 牧野教育映画製作所を当時院形外に設立すると、これに参加する。同社での最初の監督作は、渡辺敦史、江川売れ雄主演による、兄弟仲はであった。一般工業用の劇映画を制作しない条件で、始められた同社であったが、牧の肖像は革新反的に、一般映画にシフトし、1923年に入ると、沼田の監督作も、 剣劇映画にシフトし、同年6月1日、同社は、牧野映画製作所に改祖された。1924年7月、同社は、東亜キネマに吸収され、当時撮影所は、東亜キネマ当時撮影所と改称したが、沼田は引き続き、同撮影所に所属した。1925年6月、牧野正造が、東亜キネマを退社。 花園天寿が丘に五室撮影所を建設。牧野プロダクションを設立するとこれに参加。牧野肖像葬式による泉春子の主演作、倒幕の叫びを監督、同作は同年9月11日に公開された。同年に同社に入社した市川歌右衛門の映画デビュー作、黒髪地獄を監督し、同作は同年12月25日に公開されたが、以降、 同社での歌えもん出演作のほとんどを監督した。同社の助監督であった、勘加公用によれば、沼田は、金森番章とは親友であり、沼田組の助監督には、杉本久一郎がいたとのことである。1927年1月に制作を開始した、牧野肖像総指揮、監督による、大作、中根二列実録中心蔵の現場に、応援監督として付き、 滋賀県犬上郡彦根町での雪中ロケーション撮影に参加した折に風を引く。その後、同年3月11日に公開された江戸嵐を監督したが、同年3月30日、風に橋を発して、ワイルス死病に罹患、同病により、京都府京都市上京区上福寺通過立ち売り下がる、中塚佐町の自宅で死去した。満35歳を打つ。 牧野正造の長男、牧野正宏は、当時を改装し、中根義列実録中心蔵の制作開始時に、沼田に死なれたことは、父にとって相当の打撃であったろうむね、10回している。沼田推しと仰いだ歌右衛門は、沼田の死を契機に、牧野を退社、翌月の同年4月には、市川歌右衛門プロダクションを、奈良、あやめ池遊園地内に設立して、独立している。 クレジットは特筆のないものはすべて監督である。公開日の右側には監督を含む監督以外のクレジットがなされた場合の職名及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは特に1940年代以前の作品については ほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは平気した。すべて制作は日活関西撮影所、配給は日活、すべてサイレント映画である。すべて制作、配給は薪の教育映画制作所、すべてサイレント映画である。バンドをつまさ第1回主演作、鮮決の手形を監督し、つま郎をスターダムに押し上げた。 すべて制作は、牧野映画制作所当時院撮影所、配給は、牧野映画制作所、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、東亜キネマ当時院撮影所、配給は、東亜キネマ、すべてサイレント映画である。市川歌右衛門の映画デビュー及び、第一回主演作、黒髪地獄を監督し、歌右衛門をスターにすると同時に、歌右衛門からは、 死と仰がれた。特筆以外すべて制作は、キノプロダクションを出撮影所、配給は、キノプロダクション、すべてサイレント映画である。ありがとうございます。